氷の松ちゃんは世界拡散し、ダウンタウン松本人志 VS 週刊文春、5億5000万円裁判謎の延期と年内復帰の行方。ダウンタウンの松本人志、60が自身の女性問題を報じた週刊文春の発行元である文芸春秋などに名誉を毀損されたとして、5億5000万円の損害賠償などを求めた世間が注目する裁判。 8月14日には第2回弁論準備手続きが行われる予定だったものの、延期となり再び物議を醸している。今回、文春側の北村洋一弁護士は、裁判所が決定したんです。と東京地裁からの提案だったと明かしている。3月28日に東京地裁で行われた第1回口頭弁論では、 松本側が記事内で松本に男女の関係を強要されたと主張する A 子さんと B 子さんの特定を要求したものの文春側は応じなかった。6月5日の第1回弁論準備手続きでは松本側が改めて二人の特定を要求していた。7月11日発売の週刊文春では 松本側の田代、正弘弁護士による英子さんに達しての出廷妨害疑惑があったこと、探偵を雇って英子さんら被害を訴えた女性らを尾行するなど、日常生活を探っていたとも報じられたが、田代弁護士と彼が所属する、八重洲総合法律事務所は徹底反論。さらに田代弁護士側は、同記事における文春サイドのおとり捜査ならぬおとり取材疑惑を主張するなど、 松本側と文春側とで法廷外の乱闘騒動も巻き起こった。北村弁護士は今回、8月14日に予定されていた第2回弁論準備手続きにあたって、証拠は20個ほど提出した、とコメント。A 子さんの特定による裁判の影響へは、特定はいずれはするでしょうからね。ちょっと今はどうなるかわかんないとしつつ、A 子さんらの出廷の可能性は、それはあるでしょうね。 とコメントしている。裁判所側が延期を決めたと言いますが、その理由も釈然としない感じですし、次の日程もアナウンスされていない。外野からすれば謎の延期にも見えてしまいますよね。14日に予定されていた弁論準備手続きは、文春側が記事の正当性、真実性を証明するという文春側のターンでしたが、 北村弁護士は、証拠20個提出したと明言したわけで、延期となったのは、文春側の理由ではないようです。文春側は、A 子さんらの出廷を示唆しており、今後も文春側、松本さん側、双方は真っ向から戦うつもりなのでしょう。ワイドショー関係者、松本は、文春との裁判に注力するため、1月8日に芸能活動を休止することを発表。 そこから約200発火が経過。その復帰時期にも注目が集まっている。かねてより松本を擁護する言動を繰り返してきたセクシー女優の下ツキルナ34は今回の弁論準備手続きの延期を受けて X、旧ツイッターを更新。え延期ってどういうこと松ちゃんの復帰がさらに遅くなるってこと もう、早く松ちゃんを返して。朝からびっくりとがっかりです。松ちゃんファンたちも、きっと同じ気持ちやんね。でも一緒に頑張ろう。ずっと応援しよう。と綴った。松本さんの復帰がいつになるのか気になるお笑いファンも多いでしょうが、実は今、松本さんへの海外メディアからオファーが続々と舞い込んできているとそうなんです。 松本さんが手掛けた番組フォーマットは海外でも高く評価されていますからね。制作会社関係者。2016年11月からアマゾンプライムビデオで配信されている。ひとし松本プレゼンツドキュメンタルはメキシコ版、オーストラリア版、ドイツ版、イタリア版、スペイン版、フランス版、ブラジル版、カナダ版が制作、配信されている。 同じく Amazon プライムビデオで2018年8月から配信されている。人つもとプレゼンツフリーズは5月30日にポルトガルの最大手テレビ局 TVI にフォーマットが販売されることが発表され、6月8日から毎週土曜のゴールデンタイムに放送されている。ドキュメンタルに続いて世界進出を果たしたフリーズは 表の塔に集結した15人の参加者が動いてはいけないというたった一つのルールのもと襲いかかる様々な仕掛けに耐えるサバイバル企画。フォーマット販売にあたって松本はドキュメンタルに続き自分の笑いが世界に広がっていくことは嬉しいです。どんな出来になっているのかとても楽しみです。ぜひご覧くださいとコメントを寄せた。実は 海外の大手配信サービス関係者の間では、松本さんの評価がとても高いそうです。日本の番組では、サスケ TBS 系などのフォーマットが販売され、各国版が制作されていますが、今まではあくまでもテレビ局が制作した番組のフォーマット販売でした。一方で、ドキュメンタルとフリーズはもともと配信サービスによるコンテンツですし、しかも、ひとし松本プレゼンツ、 と、松本さん個人の感がついたコンテンツ。個人初のコンテンツが世界で展開されるというのは異例なことだといい。そういう意味でも海外では松本さんの評価が高いと言います。全道この度、ポルトガルの最大手テレビ局でも放送がスタートしたフリーズ以外にも、松本のアイデアやコンテンツを求め、海外メディアからオファーが舞い込んでいるようだ。 裁判の考え方が違うのも大きいようです。日本と海外では、今回の大文春裁判への考え方は大きく違うと。欧米では推定無罪という考えが根強い。今は裁判中で何も確定していないというのが海外の捉え方ですし、また今回は刑事裁判でもありませんからね。海外メディアは日本メディアとは違うスタンスということもあり。 松本さんにオファーが舞い込んでいるのでしょうね。前室の制作会社関係者。